コレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。どうも、チョコレートプラネット長田です。マサオです。さあ始まりました、チョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。明けましておめでとうございます。チッス。これはちょっと明けて初めての収録です。チョコプラのラは明日13日、はい、13日です。はいはい。いやー、明けましたね。明けた。いや、休みももらいまして、はい、はんなりしまして、何もしなかったな、本当に。でもとはいえ、うん、ちょっと出たんですけど、本当にもう一番のメインイベント、俺髪の毛切ったから、それぐらい頭いい、うん、そうといえ、まあ本当ね、ちょっと買い物出るぐらいで、うん、うん、本当にいいでしたね。こんな家、もうだから今日ちょっと、だからそれ明けが今日、はい、なんか外出るの嫌だったもん。まあね、うん、うん、っていうか、あの日テレのネタフェス、うん、あったじゃん、うん、あれで、あのお嫁さんになりたい芸人ランキング出たの。ああ、あったね。あったでしょ、うん、だから1位がカネちゃったの、確か、うんうん、で、なんと私、うん、8位、9位が向井、向井に勝ちましたよ私。いや、すごいじゃん。すごくない？今までなかったよ、こんな快挙は。だいたいそういうランキングは絶対入らなかったです。だからチンポがでかそうな人のランキングとかじゃないか。いや違う、いや、そうですよ、ついに来まして。いや、俺は悔しいよ。うん、俺もね、何にも入ってないから。でもさ、俺思ったんだけどさ、うん、俺らのファンっていうかさ、うん、客は多いけどファンは少ないかなと思ったの。これ分かる、分かる、分かる。だからライトユーザーが多いんだよ。ライトユーザーと、ライトユーザーっていうか、もうやっぱもう何かしらの対価はもらえないと何もしないっていうね。だファンってさ、もう無条件でなんかこうやったりするじゃん、うん、だからもうリツイートとかそういうとかは全くしないの、客だから。うん、うん、何かしらの対価もらえないと何もしないっていうね、俺らの。だからファンは少ないの、俺らの。客は多いと思う。だから単独ライブとかやったら来る。だから、まあね、うん、うん、自分らが得する、楽しめるっていうのがあれば、うん、うん、ファンはいないんだ俺ら、本当に少ない。ファンいないなんて俺もずっと、もうデビューからずっと思ってるよ。本当に。本当にもうあのインディードのやつとかもあからさまに俺らだけ少ないから、うん、どないなっとんねん、恥ずかしいよ。ニューヨークとかに負けてんだから。いや、だからそうだ、ニューヨークはやっぱさ、ファンが、ファンがいる感じするじゃん。そうそう、俺はもういないもん。だからほんと YouTube チャンネルもさ、うん、やっぱ73万人とかいてさ、うん、全然再生数回んないじゃん、変な話、うんうん、安定して、うん、やっぱかまいたちさんとか、霜降りとか、まあ、安定してるんだよね、再生回数が、うんうん、俺らだけ全く安定してない。そうだよね、バラバラ。それだから本当にもう面白いと思うやつしか見ねえんだよこいつらは。本当だよ。だからこのどうせラジオもどうせ再生回数も回んないんだから。回んないよ、いつも全然低いから。変な話、うん、本当にやっとだからもうよくて10万とかいくようになったけど、うんうんうん、だからこれファンいたら平均的に言ったら3、2、30は絶対いくはずなの、どんな動画上げても。73万人なんかいたら。そうでしょ、もう平均して絶対に。だから登録してるけど見てない人がいるね、いっぱいいるんだよ。だから面白そうなやつしか見ないんだよ。だから選んでんやがんだ。でもラジオは見てないっていう人ももちろんね。いっぱい。あ、ラジオか、ラジオも見ない、見ないっていう。いや、そう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 、絶対いる、いるのよ。で、なんかちょっと面白そうなトピックあったら見るみたいな、うん、うん、で客ばっかです俺らも。だから73万人は登録者いるってことなの結局、うんうん、そこはまあ間違いないじゃん、うん、うん、まあそうだよな、うん、なんかまあ響かないよ、なんかもうずっと SNS で告知してんの。もうだずっとだよ、もうずっと思ってるそんなの。もう拗ねてます、何にも。だってまた拗ねてます、何にも思わない。だから別に今もう拗ねてるっていうか、もう何にも思わなくなって、そういうのに関して。何にも、何なんだろうね、うん、本当に。まあいると思う、もちろんすごい好きで応援してくれてる人。いや、いるファン、いや、います、います。20人ぐらいいると思う。20人です本当に、コアのファンは。
もう無償で何かをしてくれるっていうファンは20人しかいません。俺ら。俺なんかそういえば手紙とかも何年もらってるそういうことやね。